どうも、ラオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育ててみました。新キャラですね。アグラトです。新しく出ました、ジョマシリーズの一人になるんですけども、ユニークスキルがいい感じです。味方のジョマは、魔法攻撃でも確率でクリティカルが発生するようになるというやつですけども、他のジョマ3体いるんですけども、全てがね噛み合うようにできております。まずアナマですね。これは命中率と回避率が上昇します。そしてリリスは受けるダメージが減少ですね。でもう一人のジョマがエイシェト、これがクリティカル率が上昇するというスキルです。ジョマをたくさん配置することによって、どんどん強化されていくっていう、キャラクターですね。これはなかなか使えるんじゃないかなと思います。でも今回は、アグラトだけを入れております。ルシファーを入れますのでクリティカル率が上がっておりますね。でアグラトの専用スキル、ジューマの行軍かな、これがものすげえ強いんですよね。敵全体にランダムに12回の極小威力の万能属性攻撃なんですけども、ほぼほぼクリティカルが出ます。まあおそらくルシファーも入れて、さらに運が999っていうのもあるんでしょうけども、ほぼほぼクリティカルで、ダメージもかなりいい感じです。はい、まあとりあえず使っていきましょう。それでは連続バトルのオリジナルの方ですね、やっていきましょう。ターンラバーでまず下げますね、防御力を。で、防御が最低まで下がりました。ここで使ってみますね。ダメージこれぐらいです。でこっちのステータスは上がってませんね。クリティカルでしょ。で一発は低いんですよ。一撃は低いんだけども12回当たりますので、芝とかの、マダンカあれよりもダメージを出すことができます。ただし、ランダムなのでばらけるんですよ、敵がいっぱいいると。なので1対1の状態では、結構いい感じのダメージを出してくれます。ルシファーはちょっと力上げてませんね。力を上げてません。もう倒しそう。まだ大丈夫か。一応パスしておきます。芝のマダンが7300ですよね。でジューマの行軍が参ります。一発、650とかこんぐらいですね。これを12回なので、あんま変わらないぐらいか、変わらないぐらいですけども、なんかこれかっこよくって好きですね。 OK、 じゃあもう倒していきましょう。はい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 、マダン防軍、もう今3回中3回クリティカルでしょ。これ外さないですよ、クリティカルを。で次行きましょう。こういう風にね3体敵が出てくるとちょっとねばらけるんですよばらけるんですよ。まあまあそれはそれで仕方ないんでしょうけどね。はいはい、ダメージがばらけちゃうんですよね。これがちょっと、残念ですけども、まあ十分強い、十分強いし、あとね見た目がいいジョマシリーズの中でもアグラトはね一番見た目がいいかなと思うんですよね。 OK、 速攻で倒していきましょう。はい、であと1体ですね。芝ってみんな入れてますかね。これは必ず入れるようにしてるんですけども、やっぱりターンダバで防御力下がるのですごく重宝してます。参ります。ファイナルヌードでもいいんでしょうけどね、クレオパトラ入れてあれでもいいんでしょうけど、
なんか芝好きなんですよね。よし、これでおしまいかな。今のところ全部クリティカルでしょ。でこれももちろんクリティカルが出ます。はい、こんな感じです。はい、ということで今日は新キャラのアグラト使っていきました。今回はアグラトだけを入れたんですけども、残り2枠に、まあ、リリスとかエイシェトを入れてクリティカル率を上げてダメージを減らすとか、そういう感じで噛み合わせて使っていくとさらにいい感じになるのではないでしょうか。あと見た目がいいからね、これは人気があるんではないかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。